電源参集理論平成26年度問題14について解説いたします。このような回路があって電力計をこの位置に取り付けます。この時電力計は何ワットを示すかという問題です。まず、相回転は ABC の順と書いてあります。 ここで私昔、総回転の順を間違えた考え方をしていたことがあります。初めて学習する人は混乱するところだと思いますので、今回で正しい考え方を身につけてほしいと思います。これは3層のベクトルを表しています。まず A 層、B 層、C 層がどれなのかを書き込むんですが、ABC の順であれば、右回りに ABC と書きます。左回りではありませんのでご注意ください。ここを A とします。そうすると右回りなので次は、 ここが B です。そしてここが C。この動画を見てください。このように回転します。例えばこの A のベクトルに着目してください。この A のベクトルは、このグラフではどういうことを表しているかというと、このような状態になります。ではさらにこのベクトルを左に回転させてみます。このような状態になります。ではさらに回転させます。このような状態です。グラフはこのように書き込まれていきます。 ではさらに回転させていきますこのような原理でベクトルは正弦波を描いていきます B 層 C 層についても同じ考え方を使いますもう一つ問題に取りかかる前に電力の公式の考え方の基本について解説いたしますここに電圧のベクトル V ドットがあります電流のベクトル I ドットがあります これらのベクトルは違った向きを向いています。電流 i ドットから電圧 v ドットのベクトルに対して垂直な線を下ろします。電流と電圧の角度を θ とします。この時、この電流の電圧と同じ方向の成分はこのようなベクトルになります。このベクトルは i cosθ と表すことができます。このドットがついていないただの i は 電流のベクトル i ドットの絶対値になりますつまりこのベクトルの大きさを表しています電力の公式は V i コサインシータとなりますこの V についても V ドットの絶対値この電圧のベクトルの大きさを表していますつまりこの電力の公式というのは電圧 V 電流 i の同じ方向のベクトル成分をかけたものというふうに理解しておきましょう では、問題に戻ります。この問題では、電力計の電力コイルを C 層に接続と書いてあります。よって、C 層に流れる電流を IC とします。また、電圧コイルを CA 層間に接続したと書いてあります。よって、CA 層間の電圧を VCA と定にします。VCA イコール EC-EA と表します。では、ここから、ベクトル図を使って考えていきます。 A 層の電位を EA とします。B 層の電位を EB。C 層の電位を EC とします。VCA イコール EC-EA とありますが、EC のベクトルはこれにあたります。-EA というのは、つまり EA のベクトルの真逆の方向です。よって、このベクトルが -EA となります。EC と -EA のベクトルを合成します。 すると、VCA のベクトルを表すことができます。ところで、IC について。電流 IC は C 層を通っています。EC と位相が同じです。よって、IC のベクトルは、こちら向きに書くことができます。この IC から VCA のベクトルに向かって垂直な線を引きます。IC のベクトルの VCA と同じ方向の成分のベクトルを書くと、このような状態になります。 ところで、この IC と VCA がなす角度は 30° 度になります。ということは、今書いたこのベクトルは、式で表すと IC ドットの絶対値 ×cos30° となります。ここで電力の公式を使います。この公式における V は VCA のベクトルの絶対値であり、I は IC ベクトルの絶対値、cosθ とありますが、θ は位相差。 位相差は30度ですよってコサイン3 0度がここに入ります。あとはこれらに数値を代入するだけ。VCA の絶対値は 200V よって200。IC ベクトルの絶対値はここを流れる電流の大きさです。1.73A。コサイン3 0度は2分のルート3。これらを計算すると300となります。よってこれの答えはカッコ2番300となります。以上で終わりです。